2006年の南省、高天湖の愛玉祭りサイシャット族は、台湾先住民の一つ。古い文献では、サイセットとも書かれた。2020年8月の時点で、サイシャット族の人口は6,769を数える。彼らは、台湾で、小さな原住民のグループの一つである。台湾の西部、新築県と内栗県の境界にまたがって、居住している。 彼らは、各々の方言と地域によって、北とと南に、二つ指形が分けられる。彼らの言語は、サイシャット語としても知られる。サイシャット語を、ラテン文字で表記するにあたり、大文字 S と小文字 S は、異なる発音を表音するものである。英語の表記と異なり、語頭の文字や固有名詞の語頭も小文字で表記する。太古、大洪水によって、人類の大半が死に絶えたおり、 兄弟が手織り機の銅に乗って漂流し、イペナボ、オ恩という山の山頂に漂着した。だが、妹は、間もなく死に、兄は嘆きながら、妹の遺体を、幾重にも切り分けた。そして、この葉で肉片を丁寧に包み、次々と水中に投じた。すると、肉の塊は、それぞれ一人の人間に姿を変えた。彼らは、豆や日や風など、 サイシャット族のそれぞれの苗字の先祖である。だが、最後に生まれた人間は、苗字がない。この者のは、タイヤル族の先祖という。サイシャット族は、パスタ愛という独自の祭礼を伝承していることで、有名である。漢語では、ワイトモ祭りと呼ばれる。この祭りの由来については、記録によって、多少の差異があるものの、以下のような話が伝承されている。 昔、タイという背の低い精霊族がいた。タイは川の向こうにある山上の洞窟の中に住み、サイシャット族に農耕や祭礼の歌や踊りなど様々な文化を伝授してくれる存在だった。そこで、サイシャット族らは秋の収穫後に感謝の気持ちを込め、タイの洞窟に一本の矢を放つことで招待状を送り、タイを村に招いて宴会を開く。 しかし、タイの男性は後員であり、サイシャット族の女性にちょっかいを出し、挙句は性的暴行に及ぶのだった。だがタイは魔法や呪術を操るため、サイシャット族らは仕返しを恐れて、泣き寝入りの状態だった。ついに耐えかねたサイシャット族たちは、復讐のため計略を巡らせる。タイは、いつも宴会がお開きになった後、 谷の川にある琵琶の大木に登って休憩する。そこで村の青年たちはこっそり樹冠の下半を切り、泥で木の傷を隠した。何も知らないタイはいつものように木に登ったところ、重みで幹が折れ、樹上のタイらは谷底に墜落し、全滅してしまった。木に登らなかったため難を逃れた二人のタイの老人は、自らの一族の迷惑行為による結果だとして、 サイシャット族らに死んだターイを祭る、パスタアイ祭りの式次第と成果を伝え、東方へ離れていった。あるいは、二人の老ターイは、サイシャット族の仕打ちを起こり、去りながら呪いの言葉を残し、一つ呪いをかけるたびに、黒償いをかけるいた一回もうい回とけいてに、いくうちに、黒継は、現在のような幾重にも裂けた羽のような姿になったと、いう。 仮に祭りを行わなかければ、農作物の不作、不幸、挙句は滅亡の危機にさらされるという。それで、大の礼を慰めるため3日間で、徹夜の祭礼を行う。最初に、大老人から聖火を伝授されたのは、主という名字の家族だった。そこで、パスタイは主に、主子の一族によって導かれる。平日に聖火を無断に歌うのは、禁止される。 北サイシャットと南サイシャットで、それぞれ2年に1回祭礼が行われる。また、10年に1回大祭が行われる。祭日は主に旧暦10月15日の前後、行われるが、祭りの準備をすることや、前、祭りや後、祭りや終了を祝う縁、そして、北サイシャットだけがある川辺で多愛の魂を再び、見送りなど、数日間にまたがって挙行される。 この祭りは2013年に重要民族文化財に指定されたイネセング、魔除けのススキ。ススキは、最上で最も重要なお守りである祭りの期間、どこでも見える。特に、大の例は悪意があり、いたずらをするので、参加者は誰でもススキを結び、腕などにつけるだけでなく、カメラやスマートフォンなどの撮影機材までにも取り付ける。老本 ウスと、キネは、神聖な再起である。タイに捧げる餅をつくウスと、キネは、勝手に触れてはいけない。特に妊娠中の女性、妻が妊娠中の男性が触れるのは厳禁である。パスタイの二日目に、タイの魂を娯楽させ、午前0時に、悲しげな聖歌、雷女の歌が歌われる寸前に、聖歌や踊りが、しばらく中止され、皆は東方に向き、主家のリーダーは、 嘘の上に登り立ち、温度をとって、皆を引き言い、雷女の歌の第一章を歌って、おごそかに訓示を述べる。教授が終わってから、また、雷女の歌第二章を歌い始め、祭りが再開される。バブッと、蛇の鞭。木の皮で制作され、殻の形が台湾原住民が神聖視するドッカ蛇、百歩蛇の頭のような鞭である。南サイシャットに使われ、 北サイシャットにはない。パスタ愛の時、無知を振り、雷雲が去って、雨が降らないように、または、薬病退散を願う。仮眠さばっく、バミの棒を飛び越える。三日目に、タイの魂を見送り、別れる時、男性陣は、バミの三本を、祠の前に立てて、長い横棒で数個ススキを結んでから、青年たちは競って飛び上がり、ススキの結び目を奪う。 青年が飛び上がり、腕を上げて、すすきの結び目を奪うにつれ、横棒を低く引っ張り、最後の一人の青年は一気に横棒を掴んで、橋ばみの横棒を落とすや、皆が一緒に折り壊し、持ち走り、愛の帰り道、東方に捨てる。これは、男性人青年の闘志を表し、愛を全員追い払うということである。キラックル、肩で担う、華やかな旗。 革命王子の家族それぞれに苗旗を作る。または違う家族が共同に一本の旗を作る場合もある。昔は帽子として頭で被ってあげる旗だった。今は肩で担える旗だったが次第に高くて大きくなり両手で持ち差し上げられる形もある。聖歌を歌い踊っている時家族の若い男性は斎場で持ちながら歩いて旗の面に 家族の名字が書かれ、家族の精神を表す。カタパ、ムグッサン、尻の鈴。リュックのように背負い、体を前後に振れば、チャラチャラと音がする。平日使うのは禁止。シナトン、10年大祭の旗。10年ごとに差し上げるとても高い旗である。北サイシャットは主に夏家に制作の任務を頼み、南サイシャットは順番交代である。は旗に上り、 上で祭りを観覧するという。そこで、サンシャット族は、相当的にシナトンを重視する。勝手に触るのははばかられる。祭りを行っているとき、担当の家族の人たちは、一緒にシナトンを持ち、最場を何回も回して巡行する。この檻に旗をうっかり倒せば、担当者は、時期に応詞し、一族全員も不幸になる。そこで毎回、シナトンが巡行しているとき、 最者は都族は緊張し、巡行が滞りなく終了すれば安堵したという。昔々、最者は都族と他愛がまだ一緒に暮らしている頃、雷人が人間界に下り、他、因という青年に泡の死が詰まった氷炭を授け、泡の栽培法を教えた。他、因の母はすでになく、父は目が不自由で、他に兄弟もいない一人息子だった。 最者都族の風習では、二つの家族が、娘がいれば、お互いに娘を交換して、嫁として、家に入れて結婚したという。他、因は、姉妹もなく、父は、目が不自由ゆえ、嫁の着手がなかった。ある日、夜明けから、他、因が畑で働いていると、猿が現れた。猿に、さつまいもを荒らされると思った、彼は、弓で猿を狙ったところ、 急に目の前の猿が消えた。翌日、畑でキリンを見つけた。弓でキリンを狩ろうとしたところ、キリンは一人の不思議な女に奪われた。この女性は、雷人の娘、は、恩であった。キリンは重すぎるため、とても青年イ因が一人で背負っては運べない。は、恩が雷鳴をとどろかせると、キリンと昨日の猿が、他、因の実家の屋根に乗っていた。でも、た、 インはまだ獲物が足りないと考え、ヤギを狩ろうと考える。は、恩は、一発の矢で、二匹のヤギを取ろうという。他、因は信じなかったが、雷鳴と共に、二匹のヤギが、家の屋根に乗っていた。未婚の男女が行動を共にすれば、周囲から笑われるため、二人は出会ったその夜に、結婚した。家に入った、は、恩のおかげで、他、因は視力を回復した。 父は嫁に食事の支度をするよう頼んだが、は、恩は自分は釜のような鉄器に触れられないと訴えた。そこで父が家に残って家事を担当し、若夫婦は畑仕事に行った。他、因は、は、恩の指示に従って、六歩の距離ごとに一本のなたや釜を土に刺し、合計でなたに十本と釜に十本を全部刺してから、 インは先に家に帰った。雷鳴がとどろいたので畑に戻ると農事の作業はすべて完成していた。こうして父と若夫婦は楽しく過ごしていた。だが三年経ってもたインとは、恩は小宝に恵まれなかった。父は心配しながら妻として一切料理ができなくてはおかしい。だから子供ができないのではないかと嫁に説教した。は、恩は やむを得ずに、父を別室に行かせ、覗かないように約束させた上で、自分一人で調理し始めたが、急に台所から雷鳴がとどろいた。フシが慌てて台所に駆けつけると、は、恩の姿はなく、ただ一本の巨大なバナナの木がへっついの側にあった。フシは嫁に、感謝の素振りも見せないため、は、恩は落胆して、振り向きもせず、天井に帰ってしまった。 サイシャット族の伝統的な衣装には、漫字の模様が折られている。これは雷女を記念するため、稲妻を図案化したものである。漢字表記では、竜人だが、サイシャット族の伝説によると、ソロは、ヘビとされる。バキは、サイシャット語で年配の男性に対する、尊敬語ということである。ソロの外見は普通のヘビと異なり、犬のように4本の足があり、 歩くことができる。体に毒気を持ち、ソロを見た者は、ほどなく混沌し、不慮の死を遂げるそうである。洞窟に宿っているとされ、怖さのあまり誰も近づけない。令和一日本統治時代、台湾総督府臨時休館調査会で、日本人の学者、小島由道が取材した。夏という名字の老婆が、洞窟を探った際に、ソロを発見した。 それは CC シーシーと泣いていた。老婆は、ソロをカゴに入れ、ペットとして家に連れて帰った。老婆はいつもソロを連れ、畑仕事に行った。ある日、畑仕事の帰りに川を渡っている最中、ソロは川に落ち、溺れて死んでしまった。老婆は家に帰った後でソロがカゴにいないことに気がついたが、すでに遅かった。ソロの死体は川を流れ降り、 下流にある八カの月間由章という村まで流れてた。ちょうど川でカニを取っていた八カ人はソロの死体を見て急死してしまった。他の人々も中毒して次々と倒れ、困り果てた八カの村民は元の飼い主だったサイシャット族の老婆を探し出した。老婆は現場で自分が飼っていたソロだったと悟ってソロの死体を持ち帰り、家で祀った。 雨の日が続いたら、ソロに願えばほどなく天候が回復するという。そんな折、火事に見舞われた。ソロの死体は焼かれて骨だけになった。夏家の人は、お骨を拾い、丁寧に布で包み、籠に収めて、改めて祀っている。あと、苗字が、貝の家族も、お骨の一部を分けて送ってもらったので、晴れを願う、祭りの祭祀は、夏家と会家の方が担当している。 令和に最者都族のカリュードのチームは山奥に出発に行った。ソロは藩という名字の青年の後に突き従い帰った。藩家の主人はソロを織物の道具の中に済ませ、いろりの中にある炭が燃えた後の灰を餌としてソロに食べさせている。ソロは体のサイズを自在に変えることができる。そこで成長してもまだ織物の道具の中に住める。だが、 一家の主のみがソロを見ることが可能である。長男の嫁は結婚で家に入ってから、シュートからしきたりを伝授される。外出先から帰宅して門から入る前、焚き木を地上に投げ出して大きな音をさせると、ソロは誰が家に入るかがわかる。これで人間とソロは合図をする。だが、長男の嫁は好奇心からこっそり様子をうかがった。すると、嫁もソロ、 も倒れて意識不明になった。父は怒り、木の枝でソロを起こし、ソロが落ちるち、ソロも嫁も回復した。次男の嫁も二の前を演じたということである。ある日、父は結婚式の宴会に呼ばれた。ソロは主人に内緒で尾行していった。だが橋を渡っている時にうっかり川に落ち、ソロは溺れて死んだ。死体は下流に流れ、 ハッカ人が川の中で仕掛けたビクの中に流れ込んだ。何も知らずにビクを覗き込んだハッカは、ソロを見て休止してしまった。川の側で倒れ死ぬ者は増える一方だった。最初、都族は早速に現場を調べた。ハンケの主人がビクをあげようとしたが、川から引き上げられなかった。だが、夏家の方は、軽々とビクを川から引き上げた。ハンケの主人は、布でソロ、 の死体を丁寧に包み、籠に収め家の針に釣って祀っている。しかし、火事が起き、その上に急に川が増水して渡れず、半家のものは消火ができなかった。夏家の兄弟二人は、綱を握りながら川を渡っていった。兄は一歩先に、現場に到着し、ソロの骨を拾う寸前、弟も到着した。ソロ、 の骨を保持していれば幸運に恵まれるとされるため、兄弟の間で取り合いの喧嘩が始まった。結局、兄は頭の骨をもらい、弟は尻尾の骨をもらった。でも、弟が分けてもらったソロの骨を運ぼうとしたところ、次第に重くなり始めた。重さのあまり弟は立ち歩くこともならず、カニのように手、足、腹は地面につけて進み、 はって、家に帰った。兄に遅れて到着したのに、尾根の所有権を主張したため、天罰を受けたわけである。弟は、カニのように体で地をするようにして進んだから、サイシャット語で、カ、アンと言われ、名付けられた。あと、兄弟が分家したゆえ、兄は、元の名字、夏を受け継ぐ一方を、弟はカイ、カニという名字に変えた。現在、サイシャット族は、ナヤクリ県。 東奮市で大陸系の道教と伝統的なシャーマニズム信仰を融合させ、最夏、五福竜寺イングルという病を建てた。令和三斎者都族とタオカス族の関係について、ソロの特徴は令和一、二と同じだ。しかし最初にソロを買ったり、ソロのお骨を祀ったりしたのは斎者都族ではなくタオカス族の兄弟二人であった。 大陸系の漢民族が襲来した折、両兄弟は海岸平野にある田岡ス族の部落から山にある斎社土族の部落に逃げ込み、かくまってもらった。兄弟はお骨を入れた籠を持ち、カニ造形の帽子をかぶっているので、斎社土族の長老からカーカーング、カニという名字を賜った。苗栗県に在住した後は、カイという漢字の名字を使い、 新築県に引っ越した後は夏という漢字の名字に変更し使っている。現在、苗栗県後流鎮にある田岡氏族の集落に、まだ海という名字の家族が分布している。高等伝承なので、一部氏族のルーツは、平ら保族の田岡氏族か、まだ葬儀がありそうである。新朝の統治下だった、同校6年、最シャット族は、 最初と後の名字の意味に基づいた漢字の名字を名乗り、衣装や言語や納税など、新朝の統治のルールに従い、南昇華版と呼ばれた。歴史文献によれば、統治外、まだ外来政権による影響を受けていない、原住民族を、正版。新朝の統治下にあり要液、納税義務の負担、新朝の法律が適用され、ある程度は、中華文明を受容し、 漢民族に近いと考えられた、原住民族を、熟版。中間段階にあるものを、かしげるとする。例えば、サイシャット族、クバラン族、サオ族がそれにあたる。日本統治時代、イノウカクをはじめ、鳥居隆蔵やアワノデンロなどの学者は、サイシャット族は、タオカス族の一部、または、タイラホ族と報告した。明治44年まで、台湾総督府。 シゲルム本省が発表した、リシゲル概要英訳、レポートオンザ、コントロールオブザ・アブリジェニツ・オブ・フォルモサは、初めてサイシャット族を一つの部族として認定した。サイシャット語で、タオカス族は、パナと呼ばれる。サイシャット族は10年ごとに、パスタ絵祭りの大祭で、大祭の旗を作り立てる。一方、タオカス族も毎年の県連祭で、男性3名は書く。 旗を立て刺し布で体に縛り付けて、背負い、最上の中で巡行する。ありがとうございます。